おはようございます、こんにちは、こんばんは。いつもイグアナホータロットをご覧いただきまして誠にありがとうございます。本当にたくさんの方に見ていただけてありがたいです。ありがとう、100万回唱えさせてください。ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、はい、ありがとう。雨あられと降り注いでいっていますが、本日のリーディングへ移行してまいります。なんともまがまがしいサムネで失礼いたします。本日のリーディングテーマは、辛い恋、この先に待ち受ける結末はでございます。まず何をもってして辛いとするのか、パッと思いつくのは切ない片思い、遠距離恋愛、不貞行為でしょうか。恋人同士でもその恋愛関係がうまくいかなくなってしまうのも辛い恋に入りますかね。愛する人にただ一言、愛してる、あなたが一番だよと言ってもらうことがどれほど難しいか。ある視点からでは救いになり、別の視点からでは罪になるかもしれない。今しんどい思いを抱えている皆様の心が落ち着くことを祈りつつ、カードリーディングをさせていただきます。よろしくお願いいたします。1から4の中からお好きな番号、ピンときた番号をお選びください。絵柄を通じて選びたい皆様はこちらでどうぞ。選択肢1が2番女教皇さんの逆位置、2がワンドの7番の逆位置、3がカップの10番の正位置、4がカップのキングさんの正位置となっております。選択肢にタロットカードを使用しましたので、逆位置で出たカードさんは逆位置で意味を取っていきます。正位置イコールいい意味、逆位置イコール悪い意味ではありませんのでご安心ください。今日はヘキサグラムスプレッドを使います。このスプレッドは恋愛に関する占いに適しています。ヘキサグラムは男性を表す上向きの三角と女性を表す下向きの三角を組み合わせた図形で、全体的な統合を象徴しています。これは魔術などでも使われる非常に強力なスプレッドです。お待たせいたしました、選択肢1です。まず選択肢で選んでいただきましたこちらの女教皇さんからのメッセージをお伝えさせていただきます。怒りを押し込みすぎていませんか。自分や相手に対しての怒りがあなたの心を支配してしまっています。深呼吸してみてください。今この問題に対して白黒つけすぎてしまわない方がいいと思います。あなたの世界を白黒だけで縛らないで、女教皇より。女教皇さん、ありがとうございます。それではヘキサグラムスプレッドで詳しく見ていきますね。1、自分の現状。2、相手の現状。3、自分の気持ち。4、相手の気持ち。5、自分の未来。6、相手の未来。7、結末です。1、自分の現状がペンタクルの9の正位置。2、相手の現状がカップの2の正位置。3、自分の気持ちがソードの7の逆位置。4、相手の気持ちが17番星の逆位置。5、自分の未来がソードのクイーンの逆位置。6、相手の未来がソードの2の正位置。7、結末がペンタクル7の逆位置です。1、自分の現状がペンタクルの9の正位置です。1さんはお相手様との関係をコツコツ丁寧に育ててこられたのではないでしょうか。少し焦りが出た時もあったように感じますが、ようやく形になってきているのではないでしょうか。恋愛だけでなく、仕事や物質的な面、経済的な面でも順調そうですが、いかがですか？もし今、
全然全く何一つ順調じゃありませんとのことでしたら、すぐそばまでこの現状が近づいてますので、女教皇さんからのアドバイスにありました深呼吸をしてみてください。あなたの幸せが空気中にふわーっと溢れるイメージで呼吸してみてください。順風満帆な方も幸せをかみしめながらゆっくり呼吸してみてください。に、相手の現状がカップの2の正位置です。お相手様ですが、今愛情や感情において安定感を持っているようです。これまで恋愛に対して積極的ではなかったでしょうか。感情の面で満たされてきて、恋愛に前向きな気持ちを持っているようですよ。3、自分の気持ちがソードの7の逆位置です。1さんは過去に恋愛によって大きなトラウマを負っていますでしょうか。怯えだけじゃないな、怒りの感情をコントロールしなくちゃ、曖昧なことが不安でたまらない、ダメならダメとはっきりさせないと、私を守らないと。大丈夫ですよ、今この心の重荷から解放されつつあるとカードさんがおっしゃっています。過去に大変な枷があると今の恋愛生活にとてつもない影響が出ますよね。少しでも過去の恋愛と似通った状況になると、またあの苦しみがとなってしまいますよね。これは決して一さんのせいではありません。過去に起こったことは変えられないんですが、今この過去への向き合い方が変わってきて、苦しさから解放されますからね。4、相手の気持ちが17番星の逆位置。お相手様に一さんの過去をお話しされたことがありますか、もしくはなんとなく伝わっているのかな。一さんの不安さが伝わって、一時的にですが自信を失っている可能性があります。ただお相手様にとって一さんの過去は過去、今一さんが不安になっているのは完全に自分の行いのせいだと思い込んでしまっているようです。5、自分の未来がソードのクイーンさんの逆位置。一さんの未来において冷静で理性的な判断が必要であることを示しています。恋愛において感情的な面だけでなく冷静な思考が重要です。2人でじっくり話をする時が来るようです。一さんは過去のトラウマから解放されつつあります。しかしふとした時に苦しみが蘇ってしまう瞬間が来ます。その時過去と現在を冷静に見て分離する作業をする必要があります。過去のトラウマを癒すためにお相手様がいますか。お相手様は一さんのことを思ってはいますが、なかなか過去のトラウマでパニックになってしまう一さんにどう対応すればいいかわからないようです。どういった時に不安に飲み込まれてしまうのかをお相手様に話し理解してもらう。しかしこの不安を解消するのは自分だと辛いですが、心に決めて2人の未来の話し合いをしていく場面が訪れるようです。6、相手の未来がソードの2の正位置。一さんの未来と同じようにお相手様にも冷静な判断が求められる局面に直面する可能性があります。お互いにですが、理性を持って問題に向き合う必要がありそうです。この問題は各個人の問題なのか、2人で乗り越えていく問題なのか。7、結末がペンタクルの5の逆位置です。一さんと相手様は話し合いを経てお互いに対する信頼や安心感が築かれる可能性があります。もしかしたら一さんもお相手様もお互いを思いやる気持ちが裏目に出てコミュニケーションにエラーが発生してしまっていたのかもしれませんね。腹割って冷静に話し合う時間を設けたことで、これまでの不安から解放されて、より深い関係に発展していくお二人になるかと思います。一さん、ありがとうございました。辛い恋から希望が持てる兆しを見ることができてよかったです。
お二人のより良い未来に万歳。お待たせいたしました。選択肢2です。まず選択肢で選んでいただきましたこちらのワンドの7からのメッセージをお伝えさせていただきます。目の前のことをしっかりこなさなかった君が悪いんだよ。焦って注意力も散漫だしさ。これは愛の無知。よそ見は命取りだよ。大事なものは目の前にあるんだからね。ワンドの7より。ワンドの7さん、ありがとうございます。ちょっとね、辛口でしたね。それではヘキサグラムスプレッドで詳しく見ていきますね。1、自分の現状。2、相手の現状。3、自分の気持ち。4、相手の気持ち。5、自分の未来。6、相手の未来。7、結末です。1、自分の現状がカップの9の正位置。2、相手の現状がカップの6の逆位置。3、自分の気持ちがソードのキングの逆位置。4、相手の気持ちがペンタクルの3の逆位置。5、自分の未来がワンドのページの逆位置。6、相手の未来がワンドの4の正位置。7、結末がペンタクルの5の逆位置です。1、自分の現状がカップの9の正位置です。1から順番に見ていこうと思っているんですが、全体を見渡した時にちぐはぐな印象を受けました。私の頭も整理しながらちょっと見ていきますね。1、自分の現状カップの9の正位置。2、3の現状はご自身の感情に満足していて、恋愛においても自己充実感を感じている状態ではないでしょうか。思い通りの展開になってよかったみたいな。3、自分の気持ちがソードのキングの逆位置。順番が後先してすいません。最初にちぐはぐだとお伝えしたんですが、 2,3 の現状と気持ちがまずちぐはぐなんですね。現状はとても満足していて充実感があるんですが、気持ちは不安定で明確な方向性を見失っていると。思いが通じて今一緒になれたけれど、自分が思っていたような方ではなかった。もしくはお相手様の意外な一面が意外も意外すぎて受け入れられるのか不安である。 2,3 の知識とか思考が大混乱している感じがします。ちょっとお相手様の方も見てみますね。2、相手の現状がカップの6の逆位置。お相手様の現状がですね、感情的に不安定でして、このお二人の関係性ですかね、そこに何かしらの問題があるとお考えのようなんです。感情が停滞気味でコミュニケーションを取ることが難しい状況であると。お相手様の気持ちを見てみますね。物質的な不安や不満を感じていらっしゃると。安定感が揺らいでいる。どうしたんだい。ちょっと詳しく話を聞かせてくれますでしょうか。そこから抜け出すために犠牲を払って飛び出した。でも結局元の安心感安定感が良かったと気づいた。いつもそこにあったから安心していた。それを退屈に感じてしまった。聞いたのは私だが、だいぶ好き勝手なこと言ってないです？びっくりしちゃった。聞いといてごめんなさい。お相手様の気持ちの波がすごくて溺れそうでした。なんだかお相手様は目標を達成するまでは無我夢中でなりふり構わず状態なんですが、実際に行動力も情熱もすごい方ではないでしょうか。目的を達成すると、あれ？あなたと私は初対面ですか？ぐらいの変身をしてしまうというか、変化をしてしまうというか、この変化はかなり戸惑いますよね。2,3の現状と気持ちがちぐはぐになってしまっているのには、このお相手様の気持ちのトリプルアクセルが効いているのではないかと思います。
お相手様は決して不誠実な方ではないのですが、この状況とか気持ちは辛いですね。ちょっとお二人の未来をそれぞれ見させてください。5、自分の未来がワンドのページの逆位置。2、3の未来なんですが、新しい展開とか機会がなかなか訪れないかもしれません。エネルギーが不足している、情報が入ってこないって首をかしげているんですよね。相手の未来がワンドの4の正位置。片やお相手様はめっちゃ安定している。なぜだろう、何があっただろう。そう聞くのも失礼なのかもしれませんが、さっきの状態と違いすぎて。7、結末がペンタクルの5の逆位置。ちょっとすいません、先に結末を見ますね。関係における制約や困難が解消されて新たな展開が可能になるかもしれないと。この3枚のカードさんたちからのメッセージを聞いてみますと、現在のお二人のご関係には一部問題が生じています。ただこの問題は 2,3 次第でいかようにも解決することができます。今ようやくお相手様の化けの皮が剥がれたじゃないですけど、この人実はこんな人だったのねとちょっと戸惑いみたいなものがある状態かなと思います。ここでそんなお相手様の丸裸の状態を受け入れて、ここからお互いの感情やコミュニケーションに注意を払い、関係を改善する努力を厭わない。どんな風になろうが心の底から愛しているという気持ち、気合が満タンであれば、関係が前向きに発展してより良い関係、イさんが望む幸せな関係になっていく可能性があります。先ほど2、3の未来でもお伝えさせていただいたように、なかなかすぐにとはいかない気配がありまして、2、3の相当な努力とお相手様に対しての理解が必要です。今2、3がたどる可能性の高い未来が2つ見えておりまして、1つが先ほど申し上げました関係を改善する努力をして前向きに2人で生きていく未来、もう1つがお二人の関係をリセット、制約を解消して、それぞれが別々に幸せになる未来なんです。お相手様の本心というか本性が見えて、ショックを受けてなお努力をして理解を示して関係改善をしていかなければならない。辛い。お付き合いを開始するまでもなかなか大変なことがあったのではないでしょうか。そこを乗り越えてやっとこさ幸せにのところで辛い。もちろん愛する人に間違いはありませんので、困難も乗り越えてきたことと思います。ただもしこの愛が執着になっているのでしたら、手放しをしてすっきりして幸せってなっている2、3の笑顔が見えるんですよね。今これを聞いていただいて、はあ、私はこの人のこと愛してて、この人のためだったらどんな努力でもできますし、しますと心が叫ぶのであれば、ぜひともお二人の明るい未来を信じて進んでください。迷いがある、なんだかせっかく二人でいるのに一人ぼっちみたいで辛いと感じられているのなら、関係を一度見直されるとこちらも良い未来が待っていますので、ご安心ください。どうか2、3のご自身の幸せな未来だけを思って選択していただけたらなと思います。もしかしたらお二人が結ばれたことで悲しい思いをした方々がいるのかもしれないですが、だからといってで今の辛い状況をすべて受け入れて生きていく必要はないと思います。2、3は2、3の幸せを生きてください。2、3、ありがとうございました。辛い状態は必ず終わります。どんな未来でも2、3が覚悟を持って選択したなら、きっと幸せの未来につながっています。より良き未来に向けて万歳。
万歳万歳。お待たせいたしました。選択肢3です。まず選択肢で選んでいただきましたこちらのカップの10からのメッセージをお伝えさせていただきます。いつまでも幸せに暮らせたのよ。物語が終わってしまうのが寂しかったの。まだまだ手に入れられていないものがある気がする。だったら旅に出ましょう。ただこの行動力には注意が必要。せっかくのハッピーエンドをほっぽって出発するんだからね。カップの10より。カップの10さん、ありがとうございます。それではヘキサグラムスプレッドで詳しく見ていきますね。1、自分の現状。2、相手の現状。3、自分の気持ち。4、相手の気持ち。5、自分の未来。6、相手の未来。7、結末です。1、自分の現状がペンタクルの5の正位置。2、相手の現状がペンタクルの2の逆位置。3、自分の気持ちがカップの6の正位置。4、相手の気持ちがワンドの8の正位置。5、自分の未来がワンドの3の逆位置。6、相手の未来がペンタクルの4の正位置。7、結末が20番、審判の正位置です。1、自分の現状がペンタクルの5の正位置。不安や心配が大きいですかね。特に経済的な不安であるとか、物質的な損失がありましたか。なんだか恋愛の悪い面にすごく目が向いてしまって、非常に不安だったり疲れを感じていらっしゃるようなんですが、はあ、もうええわ、お風呂入るもしんどい、ここで寝たろ。33、いや待って、そのまま寝たら風邪ひくから待ってってイグアナが止めます。幸せゆえの疲れみたいに感じるんですが、マリッジブルー一部の方かな、幸せやけどしんどいって感じるので、端的にマリッジブルーと言ってみたんですが、ちょっとお相手様の現状も見てみましょう。2、相手の現状がペンタクルの逆位置。お前さんも不安やし疲れとるんかーい。失礼しました。お相手様はサンさんに対して協力できない、協力的になれない、もしくは感情的に距離を置きたい。そんなにお顔をそらさなくても何ですか。私も全て放り出して自由になる。こちらも待って、一旦その不安定なところから降りて、両手のバラをこっちに渡して、あれもこれも私がせんといかんのって。そんなこと言ってないですよ。すいません、お相手さんもなんだかマリッジブルー感出してるなと思いまして。実際はお二人で協力して分担すれば思っていたほど大変なことではないのに、責任感かしら、私がやらねば誰がやるって勇んだ結果、なんか疲れてふてくされているような。お互いの気持ちを次のカードさんで見てみますね。過去が気になってますか。どれぐらい前かな。今も心に根を張っているぐらい幸せな記憶が残っておられる。その幸せな過去の記憶があるからこそ、恋愛において積極的に幸せを追求していきたいと、とっても気持ちは前を向いて未来に進んでいっておりますね。とても幸せだったけれど、なんだか満たされなかったものがありましたかね。今回そういった未練は残したくない、ちゃんと幸せになるんだという強い気持ちをカードさんから感じました。続いてお相手様の気持ちですが、困難に立ち向かう意志がすごい強い。責任感というか、
愛の強さもすごいです。今パワー不足で非協力的に見えてしまっているかもしれませんが、本来お相手様は幸せな未来に向けてそれを選択してずんずん進んでいける方なので、気持ちもね強いですし、三三はちょっと過去にも気持ちが向いていて、お相手様は完全に未来しか見ていない。お二人それぞれの未来を見てみますね。三三の未来がですね、恋愛における努力が思うように吉日しておらんようでして、これがバンドの三の逆位置ですね。ここでも過去を見ているんですよね。積み重ねてきたものを壊してしまった。だからこそ今回はきちんとしたいという思いが思いになってしまって、ある種の執着とか執念ですよね、そちらが強く出てしまった結果、努力が違う方向って言ってしまったらあれなんですが、その努力が幸せにつながらなかった。ちょっとここで一旦お相手様の未来を見させてください。6、相手の未来がペンタクルの4の正位置。お相手様の未来は安定した満足感に包まれているようです。現在の状況では不安定になって全てを手放そうとしていたところから、きちんと自分から困難に向き合い、状況を力強く変えて幸せな未来にしっかり生きています。7、結末が20番審判の正位置。カードさんが過去の行動に対する評価と始まりが待っていますとおっしゃっています。もうあなたは十分に過去と向き合いました。新たな道を進むことができる可能性があるのです。新たな決断や方向転換の時期が来たということです。審判さん、ありがとうございます。今現在は不安や疲れがあって、お相手様とは一時的に不調和があるようですが、さんさんは幸せを追求し、お相手様は困難に立ち向かう意思を持っています。未来においてはなかなか努力がすぐ結果につながらないことがありますが、新たな始まりが訪れる可能性もあります。過去の経験から学ぶ、執念ではなくこの学びから新たな道を探す決断をすることで希望が持てる、お二人の新たな関係性の展開が待っています。目の前にいるお相手様は過去のどなたとも違う人です。このお相手様と二人で共に幸せな未来を生きると強く思った時、心に光が差し、さんさんが本当の意味で未来を向いて進んでいけるようになるようです。さんさん、ありがとうございました。時は進むことしかできません。お相手様の困難に立ち向かう意思を信じて、ぜひとも幸せな明るい未来を信じて進まれてください。さんさんの幸せな未来に向けて万歳。お待たせいたしました。選択肢4です。まず選択肢で選んでいただきました、こちらのカップのキングさんからのメッセージをお伝えさせていただきます。寛大な心で全てを許しましょう。あなたは全てを癒せる人です。周りを癒すにはまず自分から、私はあなたを癒すためにここに来ました。物事の全てを許すと自分に約束してください。カップのキングより。カップのキングさん、ありがとうございます。優しいメッセージでしたね。それではヘキサグラムスプレッドで詳しく見ていきましょう。1、自分の現状。2、相手の現状。3、自分の気持ち。4、相手の気持ち。5、自分の未来。6、相手の未来。7、結末です。1、自分の現状がソードのページの正位置。2、相手の現状がカップの10の正位置。3、自分の気持ちがペンタクルのキングさんの逆位置。
4、相手の気持ちがカップのキング3の逆位置。5、自分の未来がソードの5の正位置。6、相手の未来が8番力の逆位置。7、結末がペンタクルの4の逆位置です。1、自分の現状がソードのページ3の正位置。新しいアプローチや視点を求めてますかね。とても恋愛に対して興味とか関心が高まってますかね。こういろんなパターンを想定してアピールしていっているみたいな。周りから見るとヨンさんは知的で冷静な感じに見えると思うんですが、頭の中はとんでもないんじゃないかな。あー、目があった。え、話しかけてきた。今日も素敵すぎるんだが。とてもわかります。一旦落ち着きましょう。お相手様の現状を確認しますね。2、相手の現状がカップの10の正位置。すごく幸せ状態にいますね。人気者というか、いつもみんなの中心にいるような方ですかね。周りからも結構頼られたりして一人でいることが少ない方なのかな。今も陽キャって言います？なんか穏やかな陽キャって感じの方だな。3、自分の気持ちがペンタクルのキングさんの逆位置。安定感とか物質的な不安がありますかね。この気持ちのまま進んでいいのか、この人に私の気持ちを知られていいのか。今恋愛にかける時間とかお金が自分にあるのかって、時期的に恋愛するわけにはいかないかな。憧れで置いておいて、自分は今はこっちの決めた道に進まないといけないんじゃないかな、みたいな覚悟というか諦めみたいな気持ちがムクムクしていますかね。相手の気持ちがカップのキングの逆位置。お相手様もお相手様でちょっと感情的に恋愛に向いていないのかな。今ね、今は気持ちが恋愛に行っていないみたいなんです。現状に満たされているからこそなのかな。お相手様は恋愛的な感情に対して調整が必要な方なんですって。恋愛するとそこにパワーを注ぎすぎて他がおろそかになるんだそうな。私が分かってもいかんのでしょうが、分かる。私もいい年こいて恋愛すると8対2ぐらいで生活してしまうので、恋愛が8ね。旗から見るとそんな感じの方には見えないですけどね。今はお仕事とか友人関係とか他に意識を置きたいものがあるから、恋愛して不安定になりたくないというお気持ちが強いのかな。寂しがり屋で依存しやすいところがもしかしたらある方なのかもしれません。続いてお二人それぞれの未来を見ましょう。自分の未来がソードの後の正位置。試練の中にいるようです。ご自身の感情とお相手様の感情の衝突が起こってしまっております。お互いを深く知る機会があるんですね。そこで絶対的に譲れないものがあったと。これは恋愛に対しての価値観が絶対的に違うお二人なのかもしれません。妻と義母、娘と老婆っていう騙し絵をご存知でしょうか。妻と義母を同じ絵に見せることを試みていて、見る人によって異なった見え方をするんですよ。人と人の知覚とか視覚の違いを示すために使用することがあるんですが、お二人はこの同じ絵を見ているはずなのに全く違うものが見えている。そしてその違いをいくら説明し合っても理解し合えない。大げさに言ってしまいましたが、そんな感じかなと思いました。人はそれぞれ違うのは当たり前です。
それも分かっていて、お二人とも異議あり、お前の言っていることは全て間違っているって言い合っているわけではなくて、嬉しいと感じるポイント、辛い、耐えられないと感じるポイントがことごとく違っていて、お互いにうまく寄り添えないという、ごめんなさい、言っていて私が泣きそうです。相性が悪いわけではない、どちらも悪くない。お相手様の未来も見てみます。相手の未来、8番力の逆位置、コントロール不能、コントロール不能、感情の抑制に失敗しました。もっともとやはり恋愛となると我を忘れるというか、相手をコントロールしようとしてしまうというか、正しいのは自分を発動して、ヨンさんと衝突して、なんで言うこと聞いてくれないんだってプンプンしています。プンプンするな、大好きになった気持ちを踏みにじるな。この未来が絶対ではありません。たくさんあるパラレルの中でこの未来が濃厚というだけなんですが、結末を、すいません、結末を見ますね。7、結末がペンタクルの4の逆、不安定な状態が続く可能性があります。変化や成長の兆しもある。お二人の関係を発展させることは正直言って試練や困難が多いかなと思います。感情面や物質面での不安要素が多いかなと。お二人ともに感情的な調整が必要な場面が多々あります。ポジティブな変化の可能性があるんですが、それがこのお相手様との関係で経験したことから成長や学びがあるっていう可能性なんです。世の中にはこんな人もいるのかっていう、このお相手様がとんでもねえ人ってわけではないですよ。ちょっとモラハラっぽい感じがしないわけではないですが、よかった、そこまで気持ちをこの人に持っていかれなくてと、ヨンさんの気持ちに決着がつきそうなんです。分かり合える人ばかりじゃないんだなっていう、ヨンさん自身も気づいていなかった恋愛に対しての固定概念が外れて、次の出会い、恋愛がより良きものになるようです。今後大きく恋愛スタイルが変化しそうです。お互いの違いを楽しめる軽やかな恋愛って言ったらいいですかね。ちゃんと私は私、あなたはあなたと個人を尊重できる恋愛っていうのが深く理解できて、次の恋愛はとてもある意味楽に楽しいものになると思います。もちろん今のお相手様との関係を発展させたい、一緒にいたいと、その未来を選択することもヨンさんの未来なので可能です。ただそちらの未来を選択された場合は、双方の努力と理解、これがかなりいります。一緒にいるためにはそれは当たり前でしょうって感じなんですが、このお相手様に理解を示すのは大変大変かもしれません。あまりヨンさんが理解を示しすぎるとどんどん甘えてくる感じがありましてね、ヨンさんのことは否定するけど自分のことは全部肯定してほちいみたいな、これの手綱を引くのは苦労する。可愛いと思って楽しめたらそれはそれで良い関係にもなれる。うん、ヨンさんがどこまでお相手様を許容できるかですかね。精神的にヨンさんの大人っぷりがすごいですので、自分を幸せにすると決めた時にどちらを選択するか、今も未来も幸せだと断言できる選択をヨンさんはできますので、どうかお相手様の感情に飲み込まれずに進まれてください。ヨンさんありがとうございました。
好きになった感情に嘘はありません。タイミングもあるかと思います。ご自身の幸せだけを見て選択されてください。ヨンさんのより良き出会いに向けて万歳。